はい、今公園の方に向かって、橋を渡ってね、川を渡ってますけど、こちらは北上川っていう川です。北上っていう町もありますね、岩手の方に。あ、新幹線もね、結構あそこ見えるから、新幹線が止まるときに結構ここの川は今まで見ましたけど、知らなかったです、北上川。こうやってね、歩いたことはない街を歩くとちょっとワクワクしますね。何があるかなっていう。なんか郵便局が可愛い、なんか新しい発見いろいろありそう。そしてやはり街が広いですね。岩手といえば、確か北海道の次にね、都道府県の中で、県っていう県の中で多分一番広い県にはなるので、広いですねこちらは大通りっていう、まあ、商店街の道でしょうか。こんな商店街が広がっています。そしてこれをまっすぐそちらの方に行くと、岩手公園っていう場所があるので、そちらに向かいます。来ました。こちらです。大きな石垣がありますのと、ここの堀っていうのかな、のお水に映る紅葉がとっても綺麗です。ここも道がすっごいです。本当に紅葉の、もうちょっとこれから紅葉するだろうけど、赤と青のもみじ、黄色もね、イチョウの木も、そしてここは桜も紅葉してますね。東京は台風かなんかで桜の葉っぱが一気に落ちて、でもここが綺麗な色のね、ここ地面に広がる桜の落ち葉もとても綺麗な赤黄色の色です。すごいもみじ。へー、あ、向こうに岩手山が見えそうで、見えないです、雲に覆われてます。おー、すごい真っ黄色。ここはすごい黄色、すごい綺麗な色。ここはすごく綺麗な立派なもみじですね。この黄色と赤と青い空とのバランスがとってもいいです。ね、え、この道本当にすごい、この黄色と赤もう最高にね、美しい。そして空も青い空で、美しいもみじとの空とのバランスです。そして下を見ても、この紅葉のカーペットみたいに、なんか苔と黄色と赤の落ちてる落ち葉の紅葉もすごく美しいです。この赤もね、本当にすごいです。人もね、たくさんいらっしゃるんですけど、この赤と、青い空とのバランスもいい感じです。確かにね、パリナに言われて思ったんですけど、ロシアって確かにいろんな木が紅葉してっても、だいたい黄色が多くて、ちょっと赤っぽいのあるけど、ここまで真っ赤な木の紅葉は見たことないかもしれないので、これはやはり日本のこのもみじのならではの紅葉ですね。すっごい赤でここが赤い、 こっちもわあ、こっちもすごい赤。そしてイチョウの木もあるから、黄色も赤もすごい絵になりますね。なんかこういうもみじ見ると、日本の食器を思い出す。食器にももみじ柄が入ってたり、このゴールドと赤との合わせ、その和風の模様ですね。この橋もね、もみじみたいに真っ赤ですね。こっちもさらにもみじです。
ちょっと高高いところにあるから町も全体見渡せるけど、残念ながら岩手山には雲がかかってます。ここがまさに盛岡って感じ、丘が盛られてる感じの盛岡ってことかな、このお城があった場所。うわーすっごい。ここは静かで鳥の声が少しするのと、葉っぱが落ちてる音もします。なんかこうパサって、さりげなくここ桜なんだけど、桜の葉っぱが落ちつつあって、鳥の声とモミジの色と、遠くにフルートでしょうか、楽器を演奏している人もいるみたいですね。いや平和ですね。人もまあちょこちょこいるんですけど、やはり東京と比べてもすごく少ないっていう感じなんで、とても落ち着きます。2ヶ月ぐらい東京にいたので、久しぶりに地方に行くのもいいですね。こちらの方にもう一つの川がありました。そしてこれには広くてもみじの木がいっぱいあって、これはユリの木。あ、ユリの木なんだ。すごく高い木ですね。何メートルくらい、30メートル20メートルぐらいの高い木、ユリの木。ユリってお花があるけど、ユリの木っていう木は、まあ、全くユリには似てないけど、こんな木もあるんですね。いや高い木もいいですね。すっごい高いの。空気も良くてね、日が出てて暖かい。これもしかしたら、これもしかしたら、もしかしたら、あ、ここもなんかすごい木が鮮やかな、イエローピーチみたいな色。何の木でしょうか、これは。何でしょうか、すっごい鮮やか。これロシアにあったかも。あのカナダのね、カナダの旗になってるそのカエデの木、多分それです。サートウカエデ、はい、こんな鮮やかな色のカエデのこの葉っぱがこんな感じですね。あ、これはね、形がもう綺麗な感じですね。なかなか日本で多分あんまりそんなにたくさんはないので、この形のこの色も好きです。素敵、テンション上がる。ここにたくさん落ち葉もたくさんあってね、結構大きさもあって形が可愛い。へえ、この木、あ、いいね。え、すごい綺麗。なんか葉っぱね、持ち帰りたくなる。本当にこの色が色鮮やかで、いろんな色の持ち帰りたい。ここは池でしょうか、川でしょうか。橋がかかってて、ここももみじが、川に映ってます。すごい綺麗な、いい感じの場所です。とても気に入りました。この時期は本当に綺麗ですね。こちらは桜山神社っていうところで、なんか音楽も流れてるね。あと入り口にほおずきが可愛いんですけど、こちら御朱印もらいました。御朱印帳ちゃんと持ってきたので、どんな感じか見てみましょうか。はい、こんな感じです。なんでしょう、この報酬感謝、面白いスタンプもありますね。そしてここ上の方になんかすっごい石があるみたいで、これは、あ、ここ
こもなんか三石神社っていうところもう一つねあるみたいで、大きな石ですね。すごい、なんでしょうこれは。これも神様として祀られてるってことかな、この石。どうしてこの石がここにいてね、えすごい大きな岩、石むしろ岩ですね。なんかすっごい